エアワンはイタリアに存在した格安航空会社。旧アリタリアの破産に伴い経営統合し、その受け皿会社であるアリタリアイタリア航空の参加となった後、2014年10月30日をもって運航を終了した。1983年にイタリアアドリア海側のペスカーラで航空学校兼エアタクシー会社アリアドリアティカとして創業。その後、 地方航空会社として創業開始。1988年よりイタリアのゼネコン、都と企業グループ参加に入る。1995年11月より社名をエアワンと改称。ローマミラノ間で定期便の運航を開始した。2000年よりルフトハンザグループと提携スターアライアンス参加の地方航空会社として運行。2006年6月には 国内線など近距離路線を運行する子会社エアワン式ライナーを設立し、エアワンのブランドとしては長距離路線の運行に乗り出した。2007年にはエールフランス KLM グループとともにアリタリアの買収に名乗りを上げたが、アリタリアは買収交渉相手としてエールフランス KLM グループを選んだ。2008年6月にはそれまでのイタリア国内 ヨーロッパ域内路線に加えて、大西洋路線の運行を開始し、2008年6月時点では、イタリア国内22都市、国外26都市に就航。主な就航都市は、ボストン、シカゴ、フランクフルト、ミュンヘン、ニース、アテネ、ミラノ、ローマ、ナポリ、ベネツヤ、ボローニャ、ジェノバ、トリノ、アルゲーロなど。2009年1月13日、 経営破綻をきたしたアリタリアと経営統合し、同社の受け皿会社である、イタリア航空の参加に入った。経営統合に伴い、ルフトハンザ航空との業務提携も2009年3月28日、限りで解消され、従来加盟していた、ルフトハンザ航空のマイレージプログラムマイルズモアからも脱退することとなった。経営統合により、エアワンは格安航空会社に、 衣替えの上で運行を継続したが、2014年9月30日、アリタリアへのブランド統一に伴い、エアアンとしての運行を終了した。運行終了直前の段階では、10機のエアバス A320 を保有していた。エアワンボーイング737から 4Y0、エアワン公式サイトより、ハットザインテグレーションオブエアワンアリタリア、コンティニューズ ITS コース。 エアワン公式サイトの2009年2月13日付、プレスリリースマイルズモア公式サイトより、オペレーショナルアップデイツエアワンフライツ、アリタリアイタリア航空、2014年10月5日閲覧。ありがとうございます。